アメリカ海軍の PC-461、旧区船艇苦戦艇とは、潜水艦の駆逐を主任務とし、局地での警備、艦船の護衛にあたる小型の艦艇。おおむね基準排水量は1000トン以下で、100トン以下の小艇も多い。沿岸部、近海部での行動を想定した、高用性を持ち、対戦専用の兵装、ソナーを、おもとした装備を備える。 第一次世界大戦時、潜水艦が多数投入されるようになると、各国でこれを制圧するための軽快な運動性と武装を持った様々な艦艇が建造された。これらが苦戦艇の始祖と言える。この頃の代表的な苦戦艇が、アメリカ海軍の建造したイーグル級小海艇である。第二次世界大戦の際も、各国で多数の苦戦艇が整備され、実戦に投入された。 両大戦では多くの漁船が徴用、改造され、特設苦戦艇として用いられたほか、第二次大戦では日本海軍とイギリス海軍は漁船型の苦戦特務艇を多数、建造した。これは遠洋漁船が量産に適し、小型の割に高揚性に優れているためである。第二次大戦後、潜水艦の高性能化が進むにつれ、大戦艦艇も高性能の並走。 ソナーを備えるために艦が大型化し、対戦任務に特化した小型艇としての苦戦艇は、廃れた。しかし、高速戦闘艇やミサイル艇の中には、対戦兵装を備えかつての苦戦艇的任務につく、ものもある。ソビエート連邦では、戦後、苦戦艇は、フリゲートクラスの警備艦や、小型対戦艦、駆逐艦、巡洋艦クラスの大型対戦艦に発展した。 第2本帝国海軍の第28号型苦船艇海上自衛隊の水、鳥型苦船艇第2次大戦期に日本海軍では苦船艇を大量に建造した。当時の日本海軍の苦船艇は対戦ソナーとして水中単身技と水中常温機を備え攻撃兵装として爆雷を装備していた。苦船艇は基本的に 公安防備や中国航路などの近海航路、護衛用であったが、対戦護衛艇の不足を補うために、南方向けの戦艦護衛にも投入された。日本海軍では、多くの木造漁船を徴用し、特設苦戦艇としたほか、自らも木造漁船を基本構造とした苦戦特務艇を建造した。海軍との役割分担として、上陸船を目的とする有力な船舶部隊を、 保有する日本陸軍では、揚陸艦や輸送船を敵潜水艦より護衛する高速艇兵を開発した。後に、大潜水艦船のみならず、大魚雷艇船の機能も追加された高速船闘艇たる高速艇兵は、駆逐艇と称され、ソナー、爆雷、昇降警手法、機関砲を備えた。海上自衛隊は1980年代まで、駆戦艇を保有していたが、 小型で発展性がない苦戦艇では、高性能化する原子力潜水艦への対応が困難と考えられ、現在では整備を取りやめている。ありがとうございます。